ウスチオルダ・ブリアート自治管区とバイカルコ・ウスチオルダ。ブリアート自治管区は、ロシア連邦、イルクーツク州に帰属する自治管区。行政の中心はウスチオルディンスキー。人口の57%をロシア人が占める。モンゴル系のブリアート人は36%。チリは、シベリア南部、バイカルコの西側に位置し、アンガラ川の流域に広がる。イルクーツク州に囲まれている。 この地域は標準時にイルクーツク時間帯を使用している。実差はトックプラス8時間で価時間はない。一帯は16世紀末までモンゴルの支配下にあったが、ロシアが征服。1937年に自治管区が設置される。主要な産業は林業、製止業。旗のこのデザインは地をグリーンにしたものがはじめ、作成され使用されたが2007年にちのみ、 ダークブルーに置き換えられている。旗と部族の紋章の中心にあるのは、アーカバーと呼ばれるシンボルで、ヨーロッパの紋章と同じく代々引き継がれたものであり、その意味するところは、金の円完全なる平和を象徴する太陽の印、そして宇宙と地球とそれぞれの祖先代々の一族を意味する。アーカバー永遠なる動き、アーカバーの周囲に沿った金の円たちは、 光の四つの側面を象徴している。となっている。なお旗と紋章の円の色が異なっているが、実際には円となっている部分はどちらもゴールドである。詳しくは公式サイトを参照されたい。フラックス RU ありがとうございます。